現在マッチング中小で春す。さん、昨日ツイートかなんかで、エイペックス10キルのなんか1500ダメぐらいあ、しましたよね。そうそう、急になんか覚醒しちゃって。そすごろかそっろありた。ますか、小春エイペックス講座みたいな。見たいんいや、で。反面教師にしていただけるなら開かせていただきますけど。小春さんのノウハウを学びたいなみたいな。小なるほど。春いや、の流派を。理由は、いや、ちょっと小原流でよ絶け対れば。学ばない方がいい。いや、ちょっと、一意外旦とじゃあ小春もさんがめっちゃ真面目に解説する動画とかおもろないです、逆に。う。いや、さすがに一応。いや、俺昔一回、なんか、サッカー、J リーグでそういうのやってたんですよ。や、なんか、小原ボとかいう企画、結構真面目に対戦相手を分析するとかあったんですけど、全く再生されなかったですね。だから視聴者もなんか、まあ一応見てはくれてるんですけど、無理しないでみたいな感じになっちゃう。無理しないで一番きついな。つまんないよりきついちんだょっけとど。無理してる感が出ちゃったやつ。あ、ダメか。マジか。まだ1回だちょ、から。もう一回チャレンジするわ。はい。うん。